皆さんは変化球と聞いて何を思い浮かべますか？昔ながらの大きなカーブでしょうか？それとも現代で猛威を振るっているツーシームでしょうか？今回はカットボールを武器に活躍した、あるいは現在も活躍している選手をご紹介します。カットボールといえば川上憲伸を思い出す人も多くいるのではないでしょうか。1997年、略指名で中日ドラゴンズに入団した川上は14勝、防御率 2.57 と好成績を残し、1998年度の新人王に輝きます。順風満帆な出だしかと思われた川上ですが、2年目からプロの壁にぶち当たりました。1999年は防御率 4.44、 2000年は 4.77、 2001年は 3.77 と打ち込まれる場面が目立ち、3年連続で負け越しとなります。特に左バッターには苦戦しました。川上は左バッターになるとスライダーが真ん中周辺に入って、それがヒットで収まらず長打やホームランになるケースが多かったためです。スライダーを投げづらくなった川上は、左バッターに対して一つ少ない球種で対峙しなければなりませんでした。特に苦手にしていたのは巨人の清水孝之だったといいます。1番バッターを打つことが多かった清水には、先頭打者からヒットや長打を打たれるなど何度も痛い目に遭っていました。川上の転機は大学の先輩でもある武田和弘が中日に移籍してきたことでした。川上が、左バッターに僕はよく打たれます、まっすぐ投げた球がシュート回転するんですよ、と相談したところ、武田はお前もっとインコースにスライダー投げればいいじゃないかと答えます。シュート回転とは逆のスライダーを投げればいいという武田のこの答えが、川上に運命となる出会いをもたらしました。 MLB のワールドシリーズを見ていた川上は、ヤンキースのストッパーをしていたマリアノ・リベラがシュート回転とは逆の軌道を描く見たことがない球を投げていることに気がつきます。これこそまさに川上が追い求めていたボールでした。左バッター対策のためにこのボールを習得しようとした川上ですが、一つ問題がありました。マリアノ・リベラがどういう感じで投げているのか、特にどういう握りをしているのか見たいと思っていた川上ですが、当時の VHS の荒い画質では画像がブレてしまい、肝心なところはコマ送りにすると全く見えなかったのです。映像から投げ方を推測するしかなかった川上は試行錯誤を重ねます。工夫を重ねた川上がカットボールを投げ始めたのは2002年から。これまで川上はストレートとスライダー、カーブやフォークというオーソドックスな投球スタイルでしたが、カットボールを投球に取り入れたことで輝きを取り戻します。特にこれまで苦戦していた左バッター相手に、ワンストライクスリーボール、ノーストライクツーボールのようなバッティングカウントでインコース周辺にカットボールを投げたら、1球でバッターを仕留めることができるようになったのが大きかったそうです。この年12勝、防御率 2.35 と復活を遂げると、2004年には17勝で最多勝を獲得し、沢村賞、セリーグ MVP に輝きます。特に武器として磨き続けたカットボールは、日米野球でメジャーリーガーたちから日本で唯一本物のカットボールを投げる投手と称賛されるほどでした。2006年には最多勝、最多奪三振、最高勝率のタイトルを獲得するなど、中日のエースとして活躍した川上は2009年からメジャーリーグにも挑戦しました。川上はカットボールについてこのように語ります。僕の野球人生、自分の中で成功したというのであれば、カットボールがなければ成功はしてないと思いますね。山本由伸は2016年のドラフト会議でオリックス・バファローズから4巡目で指名されました。山本は2年目の2018年に中継ぎとして32ホールドを挙げ頭角を現すと、3年目の2019年は先発として最優秀防御率を獲得する活躍を見せます。圧巻だったのは2021年、この年山本はパ・リーグ MVP を獲得。何よりもすごかったのは防御率、完封数、勝利数、勝率、奪三振数、完投数、投球回数7部門全てでトップの成績を残したことです。これはプロ野球が2リーグ制に移行してから初の快挙でした。今や日本のエースとして活躍中の山本は多彩な変化球を持っていますが、カットボールも武器の一つにしています。山本のカットボールはストレートと全く同じ握りをしているそうです。曲げようと思うと無意識に肘が下がって腕が横振りになるので、ストレートの感覚を保ちつつカットボールを投げると山本は語ります。ストレートと同じ投げ方で変化球が来るので打者が惑わされるのが山本の持ち味。2022年も今のところ勝利数、防御率で1位の山本、今年はどんな成績を残すのか楽しみです。ダルビッシュ有は2004年のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズに1位指名されました。日本で獲得したタイトルは最多勝2回、最多奪三振3回、
最高勝率2回、MVP2 回、沢村賞1回。メジャーリーグでも2013年に最多奪三振、2020年には日本人初となる最多勝を獲得と、名実ともに日本を代表する投手のダルビッシュ。そんなダルビッシュですが、自分はたまたま150キロのストレートを投げられる変化球投手と発言するなど、数多くの変化球を投げることのできる投手として知られています。多彩な変化球を投げるダルビッシュの最も得意と公言している球種がカットボールです。ダルビッシュの投球においてカットボールの割合は非常に高く、2021年は約4割でストレートの2倍以上、2020年はストレート 15.7% に対してカットボールは 40.2% と、今のダルビッシュはカットボール主体のピッチャーとなっています。ダルビッシュがすごいのは数種類のカットボールを投げ分けることができること。主に投げ分けているのは3種類。1つ目はストレートに球速が近く変化が小さなカットボール、2つ目は一般的な投手のスライダーに近い変化が大きなカットボール、3つ目は球速が遅く縦に大きく変化するカットボールです。ダルビッシュの投球で最も多いのは2つ目のカットボール。1つ目のカットボールを使ってファウルでカウントを稼ぎ、2つ目と3つ目の変化が大きいカットボールで三振を狙います。もともとはスライダーがすごいことで知られていたダルビッシュがカットボールを主体にしたのはここ数年のこと。メジャーに移籍した当初もカットボールを使っていましたが、一般的な変化量が小さく球速の速いカットボールでした。ここ数年奪三振が増え被打率が低くなっているのはカットボールを軸にしていることが要因とのこと。2022年は7勝を挙げ、日米通算180勝としたダルビッシュ、節目の200勝をぜひとも達成してほしいものですね。武田和弘はドラフト1位で日本ハムに入団し、日本ハムで2桁勝利2回と活躍しました。トレードで移籍した大英時代には左のエース工藤、右のエース武田と称され、1998年には最多勝を獲得。その後中日、巨人へ移籍し、巨人時代には NPB 史上3人目の全球団勝利を達成しています。武田がカットボールに出会ったのは日本ハム時代、チームメイトだったマット・ウィンタースからカットボールを教えてもらい習得しました。その後中日時代には川上憲伸らのチームメイトにカットボールを教えるなど、日本にカットボールを広めた人物と言われています。三振を取るよりも相手に打たせて取るタイプの投手だった武田にとってカットボールはまさにぴったりの球種でした。皆川睦夫は同期入団の野村克也とともに南海ホークスの主力選手でした。毎年コンスタントに2桁勝利を挙げる好投手だった皆川ですが、左バッターに弱いという弱点を抱えており成績が伸び悩みます。そこで皆川はキャッチャーの野村と左打者を詰まらせるため小さく鋭く曲がるスライダーの研究を進めたそうです。その結果、皆川睦夫は小さく横に曲がる変化球を習得し、オープン戦であの王貞治相手に試します。結果はどん詰まりのセカンドフライ。この時皆川は新変化球の完成を確信しました。後に野村は皆川の開発した球を世界初のカットボールと称しています。カットボールを武器に皆川は1968年に200勝を達成。この年は31勝、防御率 1.61 で最多勝、最優秀防御率のタイトルを獲得する凄まじい活躍ぶりでした。 NPB でシーズン30勝を達成した投手はこの年の皆川が最後となっています。メジャーでカットボールという球種が知られるようになったのは1990年代にヤンキースのクローザーだったマリアノ・リベラが活躍を始めてからのこと。もしかするとカットボールを世界で最初に投げたのは皆川なのかもしれません。藤波晋太郎は2012年のドラフト会議で阪神タイガース、東京ヤクルトスワローズ、オリックスバファローズ、千葉ロッテマリーンズの4球団競合の末、阪神に入団しました。大阪桐蔭で松坂大輔擁する横浜高校以来の高校3冠を達成した藤波はルーキーイヤーから注目されます。期待通り1年目から10勝と2桁勝利を挙げると、3年目の2015年には最多奪三振のタイトルも獲得しました。そんな藤波もカットボールを得意とする選手です。藤波はカットボールは変化球の中でストレートと同じくらい信頼が高く自信のある球種と話しています。藤波のカットボールの特徴は大きな曲がりをすることでしょう。見ている方からするとスライダーなのではと感じるほど大きく曲がりますが、藤波本人は僕のカットボールはスライダーのような曲がりをしますが、投げるときにひねったり抜いたりはしません。まっすぐの投げ方と同じでしっかり腕を振って投げていますと語っています。イップス疑惑などもあり近年良い成績を残せていない藤波ですが、ぜひとも復活してほしいところですね。
いかがでしたでしょうか。カットボールが武器の投手でもそれぞれ特徴が違うのは興味深いですよね。ダルビッシュなど一人で何種類ものカットボールを投げ分けるのはまさにトッププロの技術。見ていてワクワクしますよね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。